ヒカキンゲームズ。ブンブンハロー YouTube。ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。ヒカキンのポケモン SV 実況パート17の今回はヒカキン初めてのレイドバトル。意味は分かってないけど。はい。前回ね、パート16で一応ストーリーは、全クリして、ミライドンはね、ゲットできたんですよ、これね。はい、ドンオです。ミライドンのドンを取って、ドンオ。あら、進んでっちゃった。はい。もう平均レベルもね、60代後半くらいまで来てるんで、まあまあまあ、レイドバトルってやつ、一回もやったことはないし、ちょっとあんまりどういうバトルかをもう調べてはないんだけど、なんでやろうかと思ったかというと、雨降ってきちゃった。メタモンがなんか来てるっつって、ちょっと今もう朝の4時なんですけど、なんか10時で終わっちゃうみたいなやつっぽくて、メタモン強いやつ取れるって聞いたんで、ちょっとそのいや全くよくわかんないんだけど、レイドバトルってやつやってみたいと思います。なんかマップからどっかでできるよみたいな、光ってるとこでイベントはできるよみたいな。うん、何も光ってなくね、何これ、これレイドバトルって、うん、全くわからんわ。確かになんか光ってる結晶は今までいっぱい見てきたんだけど、一回も触ったことなくて。あれ光ってる石みたいなやつ。あ、ああいうのか。ああいう光ってるやつでいいの？あ、これはこれか、メタモンは。おいおいおい。ああ、これ青く光ってんな。これは初めてこれ話しかける。あ、違うな。フラミンゴみたいなやつだ。これはすごい黄金だけど。うわ、ちげえ。お、ピカチュウ。違うわ、やばい、出会えないかもしんない。ちょっと待って、これじゃないの、これ、何これ、わかん、違う違う違う、 Wi-Fi オフラインって何ん、あ、オンラインだった。お、あ、これじゃん、これじゃん、なんか出てきた、これをやりたいの。最高のメタモンが飛び出してきた。もう朝まであと4時間しかないの。朝4時にやってんのよ、気づいて。どっか出た？どっか出た？メタモン出た？あ、これで？これでマップ見たらメタモンになってるとか？あ、そういうこと？いろんなタイプでいるから、いろんなので光ってんのか。うわ、マジか。そういうことか。やば！何タイプがいいんだろう？なんか、悪いやつが良さそうかな。この辺、これ行ってみる。あー、ゴー、倒せる俺。まあ、いけんだろ。行ってみよう、じゃあ。悪そうなメタモンで狙っていこう。しゃあ !10 分くらいかかったわ。意味わかるまで。タリリパンパンでタリ。あれかー、うわ、マジ怖くなってきたぜ。で、なんかさ、メタモンって変身するから、なんか恋キングにすると楽ですよ、みたいなこと書いてあったんだけど、俺いきなりコイキングで行っていいものなのかな。あとは前回さ、ミライドン仲間になってさ、ミライドンだろう、そこはバトルフォルムに、これ毎回やんなきゃいけないのかな、これ。よし、これでドンを、これで来たでしょ、記念すべき最初の俺のレイドバトルだ。これだー、これだ。みんなで挑戦、一人で挑戦、どっちがいいんだ、みんなでだな。どっかの誰かと一緒にやった方がいいもんな。ついに俺もオンライン対戦だ。誰とでもだよ、みんなほら本物だよ、ヒカキン、本物のヒカキンと一緒に戦おう。はい、朝4時7分。あ、来た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 、おお、なんか強そうな人来た。ルイス、やばい、誰も入ってこない。レイド開始。2人でいけんのこれって。なんか2人で始まっちゃったのかな、これ。どういうこと、開始でいいのかな、これ。全く人来ないんだけど。開始、もう開始だ、開始。サポートしてくれるトレーナーが参加します。あー、始まった。はい、記念すべきヒカキンレイドバトルデビュー。泣いても笑ってもヒカキンのレイドバトルは、これがデビューです。とんでもない勝利で飾ります。おお、なにこれ、なにこれ、おお、おー、すごいすごい、お、すごい。めっちゃ楽しそうじゃんこれ。あ、ドオーがいる、のこっちもいるな。はい、俺のね、ミライドはちょっとかっこよさではまあナンバーワン。うん。ルイス、シンペイ、ツナキ、よろしく。メタモンの変わり者。うわー、俺になったぞ、おい。ミライドになったよ。うわー、これ、
俺パワージェム、パワージェム、メタロ。え、ルイスさんやられそうじゃん。ルイスさん頑張れ。うつよこいつ。メタモン強。あ、でも大丈夫だな。おらおらおら、パワージェム。これきつくね。これ回復とかできんのかな。おーしゃしゃしゃ、なんか仲間強い。これしかないんだけど、これ。いけ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 。おら全然食られんだけど。これ小塩とかの方が良かったかな。うわやべ強い。なんかみんなやられてない。応援って何これ。応援って、応援、応援ってしちゃったけど、 なんだこれ、わかんない。うわやべ、なんか動かないんだけど。応援って何これ。応援しちゃったんだけど。メタモンの周りにエネルギーが集まりだした。何テラスタルしてメタモンの動きを止めよう。何これ、何これ。テラスタル、テラスタルして、テラスタルして、俺はじゃあ、テラバースト、テラバースト、ほらほらドラゴンでぶっかませ。よし、何が何だかわからないけど、俺のドンをでテラスタルすると、まあラスボスのミライドンはねワンパンだったから、メタモンの HP 半分切ってるんじゃない。なんかこれ待って、時間みたいのある。なんかオレンジのメーターがこれ時間みたいのがあるっぽいぞ。いけ。え、強くねこのメタモン。めっちゃ強いんだけど。うわっ、うわー強い、強いけど、みんななんか回復してるし。え、回復とかないの。テラバーソー頼む、耐えてくれ。あ、ターボ戦争、倒せと買ってくれ。頼む。あー、どうも倒れた。これどうなんの、復活とかあんのかな。なんかみんな復活してるから、多分復活、 HP 回復まで。え、あ、本当に復活あんの。あ、余裕じゃん。余計どうは無限に戦えんだ。なんだ、あ、時間バトルってことか。やべ、いけんじゃん俺。パワージェム。あ、こんな感じでもう攻撃しまくるのがレイドバトルなのね。誰の動画も見たことなかったからさ、ガチで。いけいけ、おお倒してくれたの。やった。え、これもらえる。あれ、俺モンスターボールとか投げてないけど、もらえる。なんかミライドももらえそうな気分になるけど。え、捕まえる。え、自分セルサービスなのかよ。ハイパーボールいけるかな。頼む。おお、かっこいい。全クリしてから初めてレイドバトルをやるっていうね。うわ、何、おお、すごいテラスタルっぽくなってる。これって確率なの。よし、こう、違う、やった。あ、全然いけんじゃん。あ、ちょっと強すぎましたね。あ、メタモンを捕まえた。星5、手に入れたもの、経験飴 L、 経験飴 XL。 え、こんなになんかいいアイテムいっぱいもらえるの、レイドバトルって。なんで俺今までやってこなかったのこれ。青やん、やればよかった。コイキングで試してみるか、せっかくだから。やった、初めてのレイドバトル勝てました。皆さんが強いから。メタモン、悪魔 TV。 え、これ強いのかな。ん、え、ちょっと、じゃあ俺ちょっと失礼して、じゃあギャラドスと入れ替えてみる。え、悪魔 TV、 これレベル何なの。おお、75なんだけど、レベル強っ。嘘、ホゲオの次に強いんだけど。これメタモンにメタモンで言ったらどうなんのよ。メタモンにメタモンで言ったらダメ。え、すごい、これちょっともうちょっと行きたいな。コイキングで行ってみたいな。いよいよ俺のポケモンも全部100レベル目指すか。団体がメタモンがレギュラーにまた返り咲いたぞ。メタモン一番強いの何なんだろう。え、なに電動バッジをお持ちなので、ジャッジ機能が解放されましたよ。何それ。ボックス画面でプラスボタンを押すと、ポケモンが生まれ持った能力を確認できます。知らな。俺コイキングって持ってたよね。ギャラドスに進化しちゃったとかないよね。あ、いたいるぞ、俺いるぞ。13レベルだけど。で、じゃあちょっとマリルリと交換とかして、次のメタモン探してみるか。じゃあ悪倒したから、あ、フェアリーメタモン、虫メタモン、毒メタモン、
なんか強そうだよな。電気のメタモンもいいな。これガチ勢の人だったら全部捕まえんのかな。なんかそんな感じがするよな。あーそれか。確かにこれ極めること目指してたら毎日何時間あっても終わんないわな。奥が深いんだなポケモン。よしこれでコイキングでよし行ってみよう。よーしこれで電気のメタモンだな。みんなで挑戦、誰とでも。俺これコイキングになってるよね。さあ噂は本当なのか。コイキングで行くと余裕っていうのをね。はい準備完了だよん、待ってるよん。お小松菜行ったれ行ったれ。あ開始って押せばなんかすぐ始まるんだこれ。さあコイキングになって何もできないのは本当なのかな。ここがなんか盛り上がるよね。うえい電気なのかな。あら電気だね、かわいいね。おーみんなかっこいい。なんか俺っぽい顔の人いたな今。はいコイキングだよレベル13だよ。俺これマジで足引っ張んないかな。あコイキングになった本当に。これで相手はもう何もできないの。 OK 俺これ、ね、応援してればいいのかな。応援の意味がないんだよ。跳ねるしかないから応援。あ、何これ、いけいけどんどん、ほら、いけいけ、何これ。いけいけどんどん、いけいけどんどん、何これ、うん。味方全員の、あ、味方のなんか俺特防とか上げるとかあんのこれ。何も起こらない、大丈夫。うん。いけいけどんどん。いけいけどんどんで、あ、味方全員元気づけた。ちょっと待って、味方の攻撃。時間がどんどん減ってってる。あれ。やばい、いけいけどんどん、やばい、どんどんみんな攻撃はしてくれてんだけど、え全然攻撃、やばい、これ時間切れになりそうなんだけど。やっぱり俺がいないとダメか。跳ねるしかないんだよ。いやこれはちょっとやばいかもしれないな。 HP が全然減らねえ。さっき強い人いたんだ、やばい。うわー俺コイキングで余裕ってなんか見たんだけどな。あーこれ時間なんだ、このなんか早くしろみたいの。あーこれどうなっちゃうんだろう。あー終わっちゃう。あー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 時間切れかな。なんだこれ。わあ。ヒカキンたちは洞窟の外に吹き飛ばされてしまった。なんだこれ。なんか時間切れになっちゃったんだけど、これがイコール負けってことなんでしょうか。テラレイドバトルは。え？え？あなんか終わったわ。これが負けなのか。悔しいな。ちょっと一番レベル高い歩行で行ってみるわ。みんなででしょう。ええ、ホゲータですからもう。みんな入ってくるでしょ、これは。おお、すごい！コライドン入ってきた！これ俺ミライドンの方がいいのかな？あれ抜けた。リサードンだ！おお、すごい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 ！いや、抜けちゃうな。おお、すごい！強そう、この人。よし始まった。なんか一人しかいないけど、またもうこれコイキングじゃなきゃ勝てるでしょさすがにね。いくら電気のテラスタルメタモン出してもホゲータだから。ほら見てほら、ハードボイルドの人もいるし、ほら、ふぅー、うわー、こっつ、コイキングいる、コイキングいるじゃん。あれコイキングでもテラスタルしてるからもう電気なんだよね多分。お、なんか強そう強そう。いやあ、そっか、やっぱ俺のやつになっちゃうの。どういうことなのこれ。まあいいや、ダイモンジフォール燃やしていく。お、強い強い強い、いけ、うっ、強っ。待って、これ全然、これレベル100レベルとかで来なきゃいけないのかな、もしかして。やばい、全然俺戦力になってない。フレアソング、フレアソング、うわ、強い。でもみんなが強いから大丈夫だろ多分。プレアソング、うわー全然だ。ポケモン特攻がかかった。お
ほら、フレアソングしまくりだよ、もう。あ、なんか一人強い人がいる。頼む。これ一人強い人がいるかどうかで、マジで勝てるかどうか。バケモンみたいな人いる。やばい。これ強い友達とかでやったら楽なのかな。やべ、ホゲをしびれた。ただ、まあ、強い人のおかげだな、これ。よーし、テラスタルして、もう、とどめだな。よっしゃ、いくぞー。大文字ジェイ、もう倒してる？ん？俺のテラスタル大文字、ボムの前に、もう倒してくれちゃってる？味方強すぎ説があるな、これ。あ、なんか、強えな、これ。全部削ってないもん。おお、勝った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 、やった。へえ、こういう感じなんだ。捕まえます。スーパーボールで捕まんだろ、多分。え、これ逃したら1回で終わりとかないよね。そんなわけないよね。星5だからね。なんか星6まであるって聞いたんで、星5ぐらい。これシュコー、メタモンの電気が、うん、スーパーボールで全然いけんじゃん。やった、アイテムももらえるし。はい、ビリメタ TV ビリビリしてるからな。あ、待って、これレベル一緒なのかな。はい、あ、一緒だわ。ただそっか、これ違うのか。個体値みたいのが多分強さを見る。 HP は HP180、攻撃100、こんな感じね。なんだか、あ、ちょっと違う、ほんとだ。素早さ防御とか100いってる。特防80、こっち特防100、特防、あ、すごい、こんな違うんだ。こういうのをガチの人はやっていくんやな。じゃあ最後、なんかメタモンにメタモンで戦わせてみたいな。サイコパスゲームズだぜ。電気やったから、おすすめ探すか、なんかね。あー、ゴーストとか？ゴースト。お化けマークで光ってるやつ。最初にやんなかったっけ、俺。あれ？あ、これゴーストじゃん！悪じゃねえや、これゴーストだ。鋼がいいのかな？鋼？え？鋼で光ってるとこなくね？え、まさか今いないとかある？え？鋼で光ってないよ！光ってはない。今いない系？ああ、なんか鋼フェアリーノーマルとかがおすすめって書いてあるな。フェアリー、あれか。フェアリータイプのメタモンを捕まえて終わろうかな。カニオのあたりか、これ。そこだわ、これか。よし、メタモンで行ってみるか。かかってこいよ。互角だよ、確実によ。こっちもメタモンだからよ。おー、海竜だ。ティニーティナ。おー、なんか強い強い。俺メタモンだと相手メタモンどうなるんだろう。強そうな人抜けないで。返し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 。返し返し。いっちゃいっちゃいっちゃい。よっしゃー。こっちのメタモン何レベか分かってんのかよ。75レベだぞ。うわ、かわいい。待って、うわ、なんかダットパンクみたいなのいる。待って、超かわいいんだけど。このメタモン、ほら、ハート、あ、女の子みたい。あら、変わり者。あ、メタモンがメタモンになっちゃったらどうなんのこれ。俺もどうなんのこれ。俺変身。え、俺って海竜とかになれんのこれ。え、俺これ海竜になれんの。マジで言ってるこれ。そんなチートみたいなのできちゃった、できちゃった、最強じゃん。メタモンはメタモンのまま何もできない、多分。あ、違うか、次これ海竜になっちゃうってこと。あれ、すごいすごいすごい。何何、これどれがいいんだろう。神速、何これ、分かんないんだけど。うーわ、全然分かんない。メタモンはし、あれ、変身しないのかな。暴風、おら、俺は海竜だぜ。ドーン、おお、結構効く、すげえ。
海竜持ってないから嬉しいな、なんか疲れてもう複雑で複雑で、もあっちのメタモンはこっちのメタモンになって、こっちのメタモンは海竜、仲間の海竜になって、そんなことできるんだ。あらあら、メタモン大苦戦中だね。あらあらあら、味方がなんかマジで強えな。暴風でいいのかな。ツバメ返し、ほらツバ、あ、やべ、テラスタルしてない俺、ほら全然食わねえや。テラスタルしよう。やべ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 、時間的にはでも全然間に合ってるな。テラスタル、暴風、ほらいけ。でも結構強いわこのメタモン、よしこ、この海竜はゴースト海竜なの？そうだったの？あ、違うわ、これ俺メタモンだから。わけが分かんないことになってきてね。これいけるかな。結構時間が迫ってきてるんだけど、これ手出したらしよかったのかな。え、決まらなかった？なんでやれ、頼むよ暴風。え、全然食らわないぞこいつ、やばい、ギリギリかもしんねえ。いけるよね、でも全然さっきより食らわないな。え、マジ髪の毛1本分ぐらいしか食らわないんだけど、俺の攻撃75レベルなのに。頼むよ、ギリ勝てそうだよな。でもよっしゃ、オッケー、 俺の暴風で倒したな今な、うん、壊したな。いけ、おっしゃ、ツバメ返し、全然食らわないと思うけど、ほらおっしゃ、あとショットだ、あとショットだ、頼む、ほらツバメ返し、いけ、俺の海竜でとどめよう。ダーン、やった、俺がやった、俺がやった、みんな感謝して、俺がやったから、俺の海竜で倒したからね、よかったでしょ、俺みたいな猛者海竜がいてね、貢献しましたね。あー、かわいい、よっしゃ捕まえる。俺メタモン何匹捕まえてんだよ、メタモンガチ勢目指すぜ。しかいつもよりなんかモンスターボールとかこのねスーパーボール投げ方かっこいいんだよな、テラレイドバトルの方が。ウォー、あー、メタモンちゃん、これもう 100% ですから、このもう。これ絶対捕まんのかな、これめちゃめちゃ順調やん。コイキングの時だけだね、ダメだったの。はい、めっちゃんもっちゃんみたいな感じで、めっちゃん、よーし、はい、どうでしょう。おお、めっちゃん、めっちゃんはどうかな、強さは。あー違う、攻撃が110だ、すげえ、みんな違うんだ。おもろ。ノーマルと鋼が出てこなかったな。光ってんのが。運が悪いな。まあ、ただね、捕まえられたからいいでしょう。はい、てなわけで、ヒカキンのね、初のテラレイドバトル、メタモン3匹捕まえました。いやね、今後ね、もうちょっとやり込んで、なんかもっとすごいテラレイドバトルも、チャレンジできるようにね、ちょっとレベル上げたいと思います。いやー、ポケモンは奥が深いですね。アドバイスなどもぜひ、お待ちしてます。ああ、この動画、もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキンゲームズのチャンネル登録もぜひ、その他、私ヒカキン、Twitter、Instagram、TikTok など、SNS もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。メタモンも喜んでるね。あれー。